クラプトン向けだと思います、このデッキは。はい、電波チチャンネルの電波チと申します。今日はアドビケンのゴージっていうね RD を紹介しようと思います。こちら、ケロロ軍曹さんからいただきました、ありがとうございます。アドビケンっていうマンタとか作ってるところの810のドリップチップがつく、まあいわゆるね爆炎なのかな、シングル爆炎の RDA になります。でね、ドリップチップにねここにね書いてあるんですよね、ゴージって。箱もね、これねえ、これ多分ジョージではないんですよ。ジョージって GE から始まったはずなので、ドイツ語読みだとゲオルグって確か読んだと思うんで、多分ね、これジョージじゃないですね。多分ゴージなのかなと思います。シンプルなデザインですね。このね、トップキャップとデッキの外るところがね、ここ一番下がね、こんな感じになってるんで、ある程度、液漏れは見えやすいかなって感じしますね。個人的にはこういう構造好きですね。で、サイドから矢を取り込む形ですね。で、ドリップチップはさっきも言った通り810です。でね、ここにゴージって書いてあるんだけど、吸ってるとね、ここにね、なんかね、糸くずがついたんかなって錯覚するんで、私はちょっと嫌でした。ここにね、なんか雑誌の詩が書いてあるんですよね。志だったらかっこいいなって思ったんですけど、雑誌の詩ってそんなかっこいい言葉かねってちょっと思いますね。なんか確かに外人が好きそうな、漢字とりあえず彫ってみたみたいな、そんな感じですよね。で、デッキとしては、まあ、こことここに、コイルの足をクランプしてやって、ど真ん中にズドンとコイル置くタイプですね。で、エアフローがね、ちょっと変なんですよ。こんな感じにエアの通り道があります。でね、結構ね、でかいんですよ。結構でかくて、かつね、こっちの内側を見ると、かなりね、横長なんですよね。ちょっとね、ここね、覚えておいてほしいんですけど、ここのクランプより、エアフローの方が、外側にいるんですよね。ちょっとね、ここね、ポイントなので、ちょっと覚えておいてほしいです。まあね、ビルド自体は別にいわゆるワスプ方式なんで、で、そんな考える必要もないんですけど、で、どっちも六角なんでね、しかも、あれですね、通さないといけないんで、ちょっと工夫しないと、六角は一個外さないといけないですね。一応こういうウルテムのキャップと、はい、なんかおもちゃ箱の中に BF ピンが入ってます。で、トップキャップの裏が、まあね、あんまりね、角は処理されてなくて、テーパーになってるみたいな、こんな感じですね。はい、今日のビルドは、NI80 の22ゲージを、内径 3.5、これで6巻きしていきます。大体ね、抵抗値は 0.3 オームぐらいになると思います。で、今回ね、めちゃくちゃスペースで巻きます。まあ、理由は後で伝えます。じゃあ、組んできます。いろんな人がやってると思うんで、なんか今更感はありますけど、スペースドコイル作るときは、一旦マイクロコイル作って、で、まあ、超適当に、ぐわっと、こうやって幅を作ってやって、まあ、今の時点でなんかちょっと綺麗になっちゃいましたけど、くるくる回すような字があるんで、ここから押してやるとね、金属の反発っていうのは、基本的に一定なので、ギュッと押してやると、まあいい感じにスペースとか作れますね。でね、組むときはね、まあ私めんどくさがりなんで、できればね、この六角はね、抜きたくないんだけど、抜かずに入れる方がよっぽどめんどくさいんで、一個だけ抜いて、シューッと入れてやるような、こんな感じですね。一応ね、ここのね、余ったワイヤー切るところはね、へっこんでるんで、まあいつも通り切ってやればね、あんまり心配することなく、使えると思います。高さはだいたいこのぐらいですね。エアフローから、コイル覗いて、コイルの下半分が見えるぐらいですかね。これ以上ね、下に置くとね、全然味しなくなっちゃうのと、これ以上上に上げるとね、今度はちょっと熱い。まあ、このぐらいかねっていう感じですね。はい、ビルド終わりました。抵抗値は 0.31 オーム。だいたいまあ 45 ワットです。できます。じゃあ、まずは全開で。じゃあ、まあ、
ちょっと明けぐらいですって言いますか。エアフロー自体はね、前回だとね、まあ、しっかり DL というか、まあ、ちょっと重いけど DL だよね、みたいな。スカスカではないですね。で、締めるとね、ちゃんと重めの DL ぐらいまでいけるんで、まあ、こういうエアフローにしてはね、結構調整幅広いなって思いました。味としてはね、なんて言えばいいんだろう。エアーの出口が、まあ、幅広すぎる気がするんですよね。入り口はね、そんなに大きくないんですよ。ただ、出口が、これ多分これの2倍ぐらい横幅あるんですね。作った人的には、こうやって流したかったんだと思うんですよね。現実問題、穴がね、だいぶ広いので、結局ね、ここら辺からここら辺までね、エアフローがね、なんかここからバーって全部が入ってきてるような感じなんですよね。なのでね、幅が広いんですよ。で、幅が広い割には、要はね、こっからここまでみたいな感じなんですよね、両方とも。どっちもね、ど真ん中からは外れてるんですよね。味としてはね、あんまり濃く出てない気がします。なんかね、特別濃い感じはしないですね。で、かといって、なんかエアフローが気持ちいいかと言われると微妙なんですよ。これスペースドにしたのも、それが理由で、マイクロにするとね、明らかにコイルに当たってない空気が口の中に入ってくるんですよ。要はなんか、あったかい空気と冷たい空気が一緒に入ってくるんですよね。これじゃ多分ダメなんだなって思って、で、無理やりスペースドにしたんですよね。で、理想を言うと、ここの芋ネジが来るところからコイルが始まって、この芋ネジのところまでの幅と同じぐらいの、コイルを作ってやった方が多分エアフローにちゃんと当たるんだと思うんですよ。ってことはね、つまりね、クラプトン向けだと思います、このデッキは。単線でこんな無理して使う必要ないとは思いましたね。なんか、全体的にちょっと味が薄い。で、じゃあそこまで爆炎できるのかっていうと、もちろんシングル前提のデッキなんで、そこまでミストも出ないというか、超爆炎とまではいかないよねっていう感じになっちゃうんですよね、単線ビルドだと。私ね、クラプトンマジ全然わかんないんで、クラプトン使わないんですけど、まあ、エリック・クラプトンで組んだ方が多分、味は出しやすいんだと思います。ここをマイクロにせずに、スペースドで内径 3.5、内径4にしなかったのは、コイルの巻き数が減っちゃって、スペースドにしても短くなっちゃうから。で、内径3にして、スペースドにして、長さ稼ごうっていうこともね、ちょっとやったんですけど、結局これワスプナノ方式なんで、ここの隙間がね、あんまりあるとね、美味しくなくなっちゃうんですよ。という意味で、内径 3.5 で6巻きっていうところに落ち着きました。エアフローの出口がね、すごい幅広なんで、コットンに当たるエアーがあるんですよ。これどうしてもしょうがなくって、っていうのは、この六角より外にエアフローの穴がまだあるので、だってコイル作ろうとしたらここからここまでが限界じゃないですか。まあ、もうちょっと無理して広げればいけますけど、そうなってくると何が起きるかっていうと、蒸気になってないリキッドがここのエアフローに流れて上がってくるんですよ。今ね、口の中ね、リキッドでね、びしゃびしゃなんですよ。という意味でもね、なんか、これを使い続ける気はあまり起きないなっていうのが正直なとこですね。それはもちろんね、コットンから風が当たって、こっちに口に入ってこない量のリキッドしか、コットンに入ってないんだったら別に全然大丈夫なんですけど、じゃあ、そんなちまちま、リキチャーをするのかっていう、こういうものってドバドバ入れて、バスバスミスト出すもんじゃないのって正直思うので、なんかね、このエアフローが、なんか全然良くない気がしますね。ここの芋ネジのところをね、多分もう一個芋ネジ一個分ぐらいならね、外に置けると思うんですよ。もう一個外に、芋ネジ一個分外に置いて、で、これが動くんで、その分エアフローをね、もっと真ん中にキュッと動かしてやって、エアフローの出口は、もうちょっと狭めてやれば、なんて言えばいいんだろう。でっけえワスプになるんで、まあそれはそれでありなんかなとは思うんですけど、そしたらね、このゴージの個性がなくなっちゃいますもんね。美味しくない個性なんかいらないんですけど。
総評を言うと、いいところに関しては、こっちのキャップにしろ、まあ、こっちのキャップにしろ、デザインはすごくシンプルで、まあ、私そんな嫌いじゃないですね。まあ、ウルテムはちょっと、あれなんですけど、この見た目はね、私ね、結構好きというか、必要最低限のデザインって感じがしてすごくいいですね。ただ、ドリップチップはね、これが、私ちょっと苦手なんですけど。で、ビルドもね、別にそんな難しいもんじゃないですね。まあ、強いて言えば、この形状にコイルを組みたいんだったら逆巻きしてねっていう、ちょっと変なところはあるんですけど、良かったことって、ほんとそんぐらいで、まあ、ビルドしやすいよねっていう話で、味に関してはね、なんか別段濃い感じはしなかったですね。ちょっとね、なんて言うのかな、密度が低い味がします。なんか全体的に薄まっちゃってるなっていう印象を受けました。エアフローの幅がめちゃくちゃ広いのと、あとど真ん中にエアフローがいないんで、コットンにエアフローが当たっちゃってるっていう。まあ、そこで口の中ね、ミストになってないリキッドでビチャビチャになりますね。ね、多分ね、単線だとね、うまく扱いきれない気がします。使うんだったらクラプトンなのかな？多分ね、冷却効率は多分面で冷やされるというか、冷やされる幅が広いので、そこそこいいんだと思います。わかんないですけどね。なんで、そういう意味でもね、クラプトン向けなのかなってちょっと思います。単線で組む必要はないなって正直思いました。この見た目が好きで、このバスプナノっぽいやつで、でっけえシングルバクエンが欲しいなって、クラプトン大好きっていう人は、まあ、ギリ使ってみたら面白いんじゃないのかなって思いますね。まあね、このエアフローが、この、まっすぐじゃなくて斜めに入ってきてる。そういうシステムに対して私は恩恵を何一つ得られなかったっていう風な感じになりましたね。今日はここまでになります。はい、ありがとうございました。